どうも星野剛志です。今日はですね、前回のエピソードで I-59 の前回のエピソードでお話ししたんですけれどもね、どんなゴルファーに I-59 をトライしてもらいたいか、使っていただきたいかっていう話をしました。そこでですね、これからヘッドスピードが速くなってくるだろうジュニアゴルファーに使ってほしいという話をしたんですけれども、今日早速ですね、ケン君が、来てくれました。ケン君は高校1年生で、今使っているアイアンは I500 ですね。ピンさんの I500 を使っていて、シャフトはですね、950のネオが入っています。まあ、I500 というアイアンはですね、皆さんもご存知かもしれないんですけれども、まあ、ロフト角にすると I-59 よりはですね、かなり飛びます。でこのロフト差はあるんですけれども、ロフト差だけじゃなくてですね、まあ中空構造だったりする関係もあって、スピン量がですね、例えば I-59 よりちょっと少なかったりとか、まあ当たり前ですけれども、ロフトが立ってさらにスピン量が少なければ当然ボールは飛ぶという話になるんですね。その時にですね、最近ケン君と、まあ、7月とかですね、6月ラウンドレッスンしてて思ったのは、まあ、僕よりも体が大きいケン君が、まだドライバーが僕より、距離が飛ばないんですね。アイアンも僕よりヘッドスピードが遅いんですよ。でこの問題を解決するには、やはりアイアンのヘッドスピードを速くしていかなきゃいけないんですね。ということはケン君にも話してたんだけど、この I500 で NS プロのネオで、上がりやすいシャフトでさらにロフトが立ってて飛びやすいヘッドを使ってると、アイアンのヘッドスピードはこれ以上頭打ちで上がらないので、例えば7番アイアンで36とか5とかね、それぐらいで振っちゃうんですよね。170ぐらいそれでも飛びますから。なのでこれを改善しようということで、今日ね、I-59 のシダに、実際来ますので、その模様を皆さんぜひね、楽しく見てもらえたらなと思います。それではレッツゴー。500でネオの950の S。 さすが慣れてるだけあるね。35.4 で、まあ、160ぐらいだね、もう何球かってみるか。まあ、だいたい35.4 で160。これがモーダスの105で I-59 ね。だからまあシャフトがね 10g 重くなって、まあネオとモーダスだとやっぱちょっとモーダスの方が先端が硬いから、初めはちょっと動かない感じがするかもね、ネオの方がやっぱりかなり動くから球も上がりやすいし、ね、まあ、ただケン君の場合別に上がらないで悩んでるわけじゃないから、だからクラブスピードは逆に上がったり、36で、で別に球も30ヤード上がってるから、逆に言うとまあ距離はね、やっぱりロフト、クラブのロフト自体が I500 とね、全然違うからさ、だからまあ当然 I-59 の7番アイアンのロフトが寝てるから、その分距離が出なくなるね。だけど球が上がってるからヘッドスピードも多分逆に重くなった方が上げやすいから、体力的にはね、体力がないわけじゃないから、今まではネオに合わせて振ってるだけだから、多分俺が YouTube に上げてたみたいに普通に7番アイアンでその105で、まあ、36ぐらいでちょうど合ってるんだけど、多分37とか38に なっちゃう、出るはずだから絶対に、でもっとロフト立てていいってことでね、したら上がりすぎちゃうから、そうね、まあ 35.8 でキャリーが145ぐらい、スピン量はこっちの方が多い、スピン量がもう明らかに多いから、まあ当然それが狙いでもあるけどね、まあ、重心がこっちの方が高いのと、あとはまあそもそもディスタンス系のアイアンっていうのはロフトが立ってるから、
だから、まあ、あとは当然中空構造だったりとかね、うん、であとそれはスピンを増やすために例えば溝を今までよりも4本増やしてたりとか、やたりいっぱい溝あるでしょだいぶ違うでしょパッと見、うん、だから、まあ、よりこうハードなコンディションの中でやるようにイメージされてるからね、うん、ラフからとかでも抵抗が少ないし、まあ、スピンもかかるし、もう一回打ってみるか。そうね、これで150キャリーぐらいかな。うん、ちょっとモーダスの120にちょっといきなり120になると120のモーダスになるとちょっと重いかもしれないけどね、 10g ちょっと重くなるから。でも振りにくくはないでしょ。でしょ、うん、そうそうそう、何球か打っていこう。まあ基本的には全然打てるはずだからさ、うん、だって俺より体でかいの。おお、いいね、120の方がいいね、振りやすい、うん、だデータ的にも全然変わってないしね、うん、もう何球か打っていこう、うん、打ちやすそうだね、うん、もう一回いこう。まあ、クラブスピードはね、今ので 35.9 出てるからね、さっきと全然105と変わってないから、こうやって見ると i500 よりスピン量は多いね、そっちの方がね。まだケン君とかラフから楽になると思うけどね、フライヤーみたいので困ってたはずだから。もう 36.4 出てるね、うん、だから慣れてくればどんどん上がる。それがさっき言ってた、それに慣れてくるとドライバーでスピード出るよって言ってたやつ、うんうん、そうそう、だんだん自然に出てくるでしょ、うん、結局ネオでそんな出したらどっか行っちゃうからそういう風にできてないから。じゃあちょっとダイナミック S200、 ダイナミックゴールド S200、 いわゆるまあ重さで言うと 130g 弱ぐらい、うん、さっきの S120 じゃん、モーダス120が110何グラムだから、ちょっと一回り重いね、またね、うん、10% ぐらい。でもちょっと当たりも悪かったけどヘッドスピード下がってる、うん、やっぱちょっと振りにくかったかな、うん、だからモーダス105から120に変わった時とちょっと違ったね、うん、それやっぱ元がネオの950だから、シャフト重量で言ったら3割増しみたいな感じだそうそうそう、だからやっぱスピードがちょっと出ないもんね、振りにくそう。そうだね、これはもう明らかにちょっと厳しいね、まあ、別に打てないことないんだけど、もうアタックアングルがほらマイナス 0.4 とかになってきて、ちょっと右手で無理やり打つようになってきちゃって、球を拾い出しちゃってるからちょっと苦しいのかもしれないね。じゃあもう一回120に戻して、そう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 、うまいね、うん、3度のユーティリティがあったそのハイブリッドの65の S、それでちょっとこいつがもう軽くなっちゃってるからね、アイアン重くしていくとやっぱハイブリッドも重くしていかないとダメだからね。38.8 で、キャリこれが、TSID で105の S、 まあ単純に表示で言ったら 40g 重くから、まああれだけど、まあ22度だから、まあ、ロフトはほぼ一緒だよね、まあ、ちょっと打ってみよう。まあ 2,3 球は打ちにくく感じるかもしれない。
で今ので36.7でしょ、うん、もう一回そう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 今ので 36.8 です。多分どん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 速くなってくる。さっきはほらモーダスの105をやってから120にしてるじゃん。いきなりモーダスの120に変わったみたいな感じだからネオから。うん。何球かやっぱ必要になる。おお、ナイスナイス。そうそうそう。でもこちらも曲がんないじゃん。全然、うん、それはやっぱね重くて硬くなってくると安定するからね。完成モメント自体は上がるじゃん重さで、うん、もうちょっと打ってみる。まあ全然曲がってないね。これも3ヤード決して芯に当たってないけど、ちょっとやっぱね重くなると硬く感じるかもしれないね初め、うん、だからしっかり叩くようになってくる。そう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 、うん、ちょっと距離が伸びる。スマッシュファクターいかがだったでしょうか。面白い結果でしたね。まあ、ある程度予想はできたんですけども、105のモーダスの S よりも120のね102のモーダスの S の方がケン君初めからしっくりきたんですよ。これ意外でしたね。ってことはですね、950のネオがもういかにアンダースペックになってたっていう話なんですよね。でそれに伴ってこれからハイブリッドのシャフトも、重くしていかなきゃいけないので、今65の S をねアッタスを使ってたんですけれども、まあ、キャラウェイさんのねハイブリッドに入ってたんで、まあ、ピンさんの場合は K の問題もそうなんですけれども、アイアン寄りのシャフトを結構入れてるので、K が、ね、結構太い K なんですけれども、で長さもね、同じ22度とか23度のハイブリッドだとキャラウェイさんの方が長くてピンさんの方が短いとかっていう問題もあるので、より重くシャフトをしていかなきゃいけないんですね。まあ、それで105をちょっと実際打ってもらったんだけれども、まあ、ヘッドスピード的にはもちろん長くて軽いものの方が今の時点で 1.5 ぐらいかな、ハイブリッドで、出てたんですけれども、まあ、この辺もねしっかり振るということを覚えていけば、十分覚えられるし、ドライバーの将来的なクラブスピードのアップのためにはこれはもう必須科目になってくるので、まあ、ちょっとケン君ねこれからもうちょっと相談を詰めて、新しいクラブをねこれから、来年に向けて、秋の間に準備して、この冬しっかり打ち込んでね来年の日本ジュニアに向けて頑張ってほしいなというふうに思います。おそらくねフェアウェイウッドとかドライバーもねそれに合わせてひょっとしたら変えていくことになるかもしれないんですけども、まあ、その辺もね、まあ、楽しい、ゴルフの話ということで、ね、皆さんもぜひ参考にしていただければというふうに思います。I59 ね、いろいろなね、フィッティングを ここで今日々やってるんですけれども、皆さんもぜひですねお近くの認定フィッターがいるお店でフィッティング受けて、ぜひね世界最先端のアイアン使ってみてください。今日の動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。それでは次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。